皆さんこんにちは。私は大阪シオン教会の牧師足立隆夫と申します。今日は2月の9日火曜日、マタイの福音書12章の1節から21節、この箇所から選ばれたしもべの道、謙遜で憐れみ深い御業、このテーマでご一緒に御言葉を味わってまいりたいと思います。マタイの福音書12章1節から21節。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデと友の者たちが空腹になった時にダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたか、読んだことがないのですか。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日を汚しても咎を免れるということを律法で読んだことがないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮よりも大いなるものがあります。私が喜びとするのは真実の愛。生贄ではないとはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。イエスはそこを去って彼らの街道に入られた。すると見よ、片手のなえた人がいた。そこで彼らはイエスに、安息日に癒すのは律法にかなっていますかと質問した。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうちの誰かが羊を一匹持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは、立法にかなっています。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は元通りになり、もう一方の手のように良くなった。パリサイ人たちは出て行って、どうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。イエスはそれを知って、そこを立ち去られた。すると大勢の群衆がついてきたので、彼らを皆癒された。そしてご自分のことを人々に知らせないように彼らを戒められた。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。見よ、私が選んだ私のしもべ、私の心が喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の霊を授け、彼は異邦人に裁きを告げる。彼は言い争わず叫ばず、通りでその声を聞く者もない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。裁きを勝利に導くまで、異邦人は彼の名に望みをかける。私たちクリスチャンが神様の恵みを受けるために必要なことって何でしょうか。もし、私たちがクリスチャンだから、私はクリスチャンなので毎週礼拝に行き、献金して奉仕をして一生懸命信仰生活を送っている、だから祝福を受けるのは当然だと
まあ、そのように思っているかもしれません。確かに礼拝に出ることや、献金を捧げ奉仕することはとても大切なことでありますが、しかし本当に大切なのは礼拝に行くことではないんですよ。献金を捧げることではなくて、それらのことを私たちが果たして喜んで行うことができているかということです。主のために、神様に栄光を期すために我々はそのことを行っているか、これがとても大切なことです。当時のユダヤ人たちの中には三大行為というのがありました。彼らは三つのことを一生懸命守っていました。施し、祈り、断食です。彼らはこれをやることによって救われるんだと信じていたわけなんです。ですからいわば修行のようなものですね。一生懸命やることによって、救われ祝福を受けると、そう信じていたわけです。しかし皆さんもご存知のように、私たちは行いによって救われるわけではありません。今日の聖書の箇所もそれを私たちに教えています。イエス様が安息日に麦の穂を摘んで食べました。この麦の穂を摘むことは安息日違反です。なぜならこれは収穫になってしまうからなんですよ。食べること自体は問題ではありませんが、収穫して、そして食べたことが問題でありました。これに対してパリサイ人はどうして安息日を守らないのかと言ってイエス様を責めます。これに対してイエス様は2つの例えでこのことに対して反論するわけです。ダビデがサウル王に命を狙われていた時、ダビデはお腹が空いて、またダビデの家来たちもお腹が空いたので、祭司アビメレクのところに願って、そして主に捧げたパンを食べることになります。本来それは祭司しか食べてはいけないものでした。しかしこれを食べたダビデ、彼は神様に裁かれたでしょうか？いいえ、彼はそのことによって裁かれることはありませんでした。また祭司たちは安息日にものすごく多くの働きをします。しかしだからといって祭司は裁かれますか？いいえ、裁かれることはありません。何が大切なのかですね。形ではないんですよ。主を第一にすることが私たちにとって大切である、主に従うことが大切だということを安息日は私たちに教えているわけです。ですから6節、あなた方に言いますが、ここに宮よりも大いなるものがあります。これがイエス様のことですよね。ですからその麦の方を取って食べたよりもイエス様の方が大切であるにもかかわらず、パリサイ人たちはそれが分かりません。7節、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないと書いてあります。何が第一なのか、ね、これを知って主を第一にすることこそが私たち信仰者に求められていることなんです。そうでなければ信仰は常に形式的になってしまいます。悔い改めがなく、喜びがなく、形だけで、行ってるからいいじゃないかというこのような信仰に私たちは陥ってしまうわけです。イエス様はご自分のことを、人の子は安息日の主であると8節で言いました。そうですね、イエス様が安息日を、神様が安息日をお作りになったんですよ。だから主よりも、神様よりも安息日を守ることが優先されるのはおかしいではないかとイエス様は語られています。その後イエス様は質問します。11節、羊が安息日に穴に落ちたなら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。それは当然引き上げるに、ね、引き上げざるを得ないですよ、ね、しかしこれを聞いた、イエス様に安息日にやるべきことあるでしょうって言われた。しかしこれを聞いたパリサイ人たちはもうぐうの音も出なくなりました。しかし彼らの心の中には大きな怒りが押し寄せてきて、彼らはこう、14節でこう書いてあります。パリサイ人たちは出て行って、どうやってイエスを殺そうかと相談し始めたって書いてある、ね、安息日に穴に落ちた羊を助け出すことと、ね、実際行動には
ね、出さないけれども心の中でイエス様を殺そうと考えること、これどちらが安息日にふさわしいことでしょうか。私たちはこれが分からなくなってしまうようなことないでしょうかね。これやってるから大丈夫、献金してるからいいじゃないか、教会に出て礼拝に出席してるからいいじゃないか、これで十分だと思ってしまっていないでしょうか。でも私たちは礼拝に出席するんではないんですよ。礼拝を捧げるんですよ、主のために。それは主を見上げて主に従うためですよ。主が私に与えてくださる喜びをしっかりと受け取るために私たちは礼拝を捧げているわけです。ですから主を見上げることなくして神様に従うことができません。さらに続きます、イエス様はこのようなことをですね、決して口外しないようにと、16節、そしてご自分のことを人々に知らせないように彼らを戒められたと口止めされるわけです。どうしてでしょうかね。人はね、自分の思った方法で主が勝利してくださると、平和を取り戻してくださると、そう考えるわけです。しかしイエス様のやり方は違いますよ。それはイザヤが予言していた通りです。19節、彼は言い争わず叫ばず、通りでその声を聞く者もないと、大声で自分のことをアピールしたりするようなことはないんですよ。むしろ20節、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない、弱っている人たちに寄り添いながら愛を注ぎながらイエス様は働きを始められるわけです。そしてこのイエスキリストを信じる者が祝福を受けるのだということを私たちに教えているわけであります。皆さん、あなたの信仰が形だけにならないようにぜひ注意してください。私は教会に行ってるから、私は捧げ物してるから、私は頑張ってるから、これで満足するのではなく、イエス様はイエスキリストの方法で私たちを祝福してくださいます。イエスを知り、本当にイエスを見上げながら信仰生活を送りましょう。そして主の導きによって豊かな恵みを受け取ることができる信仰生活を共に歩もうではありませんか。皆さん、あなたの信仰は形式的になってないですか。本当に心から主に仕えて喜んで信仰生活を送り、感謝を持って教会に集うことができているでしょうか。私たちの祝福は私の努力や皆さんの頑張りによって得られるものではありません。すべては神様の計画ですよ。すべては神様の憐れみですよ。だからこそ主の前にお仕えし、そして本当に主に喜ばれる信仰生活を送りましょう。そうすれば形だけではなく本当に心から主に仕える信仰者になることができるのではないでしょうか。どうぞ心から主にお仕えいたしましょう。お祈りします。愛する天の父なる神様、心から感謝します。どうぞ私たちの信仰が形式的なものになることがないように、主をお守りください。ただやっているから大丈夫というような形ではなく、心から喜んで主にお仕えし、主と共に歩むことができる本当に実りのある信仰生活を歩むことができますようにお導きください。一人一人を愛しお守りくださいますようにお願いをいたします。すべてを主に委ねてイエスキリストの御名によって恵みを信じて祈ります。アーメン。